もともとはこう8世帯でも、私が初めて来た時には23世帯で、その後増えて25世帯にはなったんですけど、それがしばらく25世帯で、つい最近ね、今年の夏の頃に増えたのかな、6月とか7月に。それで今は27世帯が8世帯いますね。37世帯ですね。37世帯が住まないまま、一度も使われずに壊して。でもそれを壊してもまだ入ってない部分が、この塔の前の、一番前の塔ね、入り口にある、あの塔、6世帯やっぱり入ってませんからね。でも、仮設あたりに一人で暮らしてると、やっぱり寂しいっていうか、つまらないっていうか、誰とも話ししなくなってしまうんですよね。だから表に出て、こう土をいじったりね、こういう、木があったら何か作ろうかっていうふうに。それからさっき言ったように、折り紙やってる人もいるし、踊り踊ってる人もいる。他の、こういう仮設に入ってる人たちと交流を結んで、で何人かと一緒にこう、世間話をしながら、お茶を飲みながらみたいな状況で、もう本当楽しくなるはず、ね。だから、一人で何やってもね、若いうちはいいんですよ、それでも。でも、ある程度年齢重ねると、つまらないのね。それ以上のことは見出せないね、結局ね。前に進めって言われても、それだけでは進めないんで、やっぱり人なんですよね。人は人なんですよ。